すごい風、さ、寒いのとですね、お話ししながらじゃなくて、運転しながらお話をさせてください。とりあえず宮間湖、これ360度カメラですので、ちょっと好きな角度でコメントがですね、見ていただけたら なと思います。で、おトイレがですね、陶器は凍結防止のためお手洗いが使えませんって書いてありまして、それめちゃめちゃ困るんですね。北関東に住んでいて何を言っているのかと、この女はとおっしゃられる方も多いかと思うんですけれども、そこは本当すいません。私はこのフォレスター君に乗るまでは、雪のあるところには来ない人間でした。それどころかアウトドアもほとんどしない人ですので、もっと言うとですね、普段スカートはそれほど履く方では私はありません。街中といっても田舎なんですけれども、普通にですね、私の生活圏の中では場所には行かないですし、こういった SUV 車でドライブを楽しむ中で、こういった山の中に人がいないところに来るのって楽しいなと、本当にフォレスター君に目覚めさせられてしまったみたいなところがあります。それもですね、一番最初は別にこんな今日なんかそのタイトスカートだったりするんですけど、最初フォレスター君を買って気温のところに行ったところにですね、ぜひ左側をご覧ください、素晴らしい眺めです。来た時に普通にズボンというかパンツルックでした。普段着でした。別にそのおしゃれしてもしょうがないと思って来たんですけど、言いつつ、それはもう諦めているというか受け入れていることなんですけれども、こういったところでは手洗いが使えないことがまあまああります。そうするとですね、やっぱり人と同じようにはできないので、どうしようってなった時には、ここまでかも、ここまでですね、
橋なんですけど、ちょっと見てみますね。まず、通行止めだから、あ、冬はダメなんですね。知りませんでした。では乗ります。以上となります。一旦ここでお休みをしたいと思います。